今日も全力ぶっちぎり、マキピロくんとリオでございます。はい、やってきました。うん、何を？イデア、うん、防水中で、うん、ダメカウントワンバー、おお、やっとありました。誰で？エンマエンマでお、使ってお、使ってね。はい、でもさ、エンマ使ったって言ったら、うん、みんな多分パッてイメージするのはリヴァイだと思うんだよ。そうだね。違いますから。おお、はい、ということでね、はい、動画の方早速見ていただきましょう。どうぞ。全力ぶっちぎり。はい、ということでね、はい、これですわ。おお、アベル、ウリエル、エンマ、ミカサ。はい、はあ、ちなみにミカサギミック対応してません。何対応って？ギミック対応。ギミック対応ギミック対応しておりませぬ、はいはいはい、あ、ブロックだけだね。重力なしってこと？はいはい。しかも反射ですから。あ、そうか。ということで、うん、まあこれね、あの訓練場なんで、うん、あの皆さんね、全然やってみたいなと思ったら気軽にね、やってもらえるやつでございます。はい、なんですが、まあね、訓練場ってね、うん、こう、いくらでもコンテできるわけじゃないですか。うん、しません。お、コンテしたら、うん、コンテじゃない、負けたら、うん、やります。やりまして、はい、なんと、1時間以上やってましたじゃあ、言っていい？ごいね、やってみてみんな、マジで大変むずいだよそれ、紹介する動画なの？違う違う違う、俺は違うからこんなに火力出るよって。うん、いや、リヴァイは楽だよ。うん、楽、うん、いけるいける。うん、一体通しだからよ。なんで？え、ミカサが、あ、反射だし、ザコ処理できないから。うん、見て、おい、なくなった。お、飛んでった。グッダバー。お、いや、結構ね、だからね、動画としては結構見応えあると思う。なんでかって、いや、一発ミスったらマジやばいけど2回ミスったらもう終わりやからそう、だからミスできないんですよ、ミカサを入れることによって。真似したくない違う違う違う、訓練場はさ、うん、何遍でもコンテできるから、まあね、再現はできるから、うん、いや、気持ちいいよやったら気持ちいい、気持ちいいやけど、うん、あのコンテなしっていう自分に制限をつけると、うん、ちょっとハゲるかなってそれぐらいちょっとしんどい、なかなか難しい。まああとね、アベルに紋章ついてるとか言ったらまた楽かな。なるほど。うん、まあ、ある程度ちょっと攻略知ってないとちょっとしんどいやろなっていう感じはしてます。そうだよね、攻略知ってるだけでよ、しんどいところのさけじゃない、ないけどねめちゃめちゃ負けてますから俺も。そうだから、ここがもうほら4ターンやんか。やばいね。ってことはさ、うん、痛い。え、誰がキラー食らっとんのこれ。いや、妖精やったかな、妖精キラーかなんかやったかな。めっちゃ痛かった、ね、全然覚えてないで、あと2やから、うん、2やからもうあと2回のうちに絶対倒さなあかんわやってるうちにどんどん上手くなるのね、はあ、コースの選び方が、うん、吐きそうやった。あの子ただでさえさ嫌いなのに。で、ここね、あともう一つがですね、まあやっぱり光属性が少ないから、うん、2体しかいないわけじゃん、アベルとウリエル。だからアベルとウリエルで削り切らないとダメだねだからさっきんとこも、うん、ミスすると削り切れんの。うん、そうだね、死ねるやん。そうめっちゃね。でもまあ、あの訓練場はもうコンペしまくって、うん、まあね、うん、やってみたいなと思ったらやれるから、うん、時間のある人はどうぞやってみてくださいって感じ。あ、でもまあ言うてもさ、コンテしまくればさ、そんな難易度は高くないわけやから、まあね、コンテなしだとなかなかやばいほんまやばい。いっぺんだから、ほんと
試しにやってみてほしい。あとね、そうやってみてちょっと思ったのが、うん、エンマがこのイディアでどれぐらい使えるのかっていうところ、うん、まあみんな気になると思うんだけど、これウリエル積んでるからまだ動いてるんだけど、ウリエルいないと結構ね、うん、やっぱ他のキャラが超重力持ってるから、むちゃくちゃ遅く感じる。なるほどね、うん、加速枠が欲しいってこと。そうやね、うん、ウリエルがいて攻撃力上げてダメージ入るっていう感じかな、うん、ちょっとウリエルいないとエンマはちょっとしんどいかなって思うから、うん、実際じゃあ適正枠としてエンマが入るかって言ったら、うん、あ、そんな感じなんだ、うん、まずグリッターボールがねなかなか当たんないから。出た、そもそもそう来ましたよ。もうね、本当に辛かった。ここもね、6ターンしかないから、うん、やばいね。やばいです。ただこのザコさえ勝利してしまえばね、うん、あとはもうテンション上がる明るい未来が待ってますから。あ、そう。本当にね、ミスが痛すぎる。うん、普通にさ、弱点当たんないんだよね。そう、これね、微妙にずれてるんよ。はぁーと思った。イディア、ほんと苦手だったもん。やばいやばいやばいと思って。ミカさんのターンでは潰せやんからね、やっぱり。無理やりやっつけれんの？どういうこと？わからんけど。あ、SS、ね、モンショツの SS とかではね、アベルやったらやりたいとかする。あー、ちゃちゃ、ミカさが。え？なんかこう頑張って、なんで最後 SS で決めたんやん。なんでそんな元も子もないこと言う。びっくりするわマジで。じゃあ反射やからさ、うん、なんかこうハマってみたりとかできんのかなって。直転倍率上げなあかんから無理なんですよ。もう無理やね、無理と思ってもらった方がいいと思う。そっか、はい、でも来ましたよ、間に合った、ギリギリねえけど、まあね、ミカさんとはまだ打てんやね。まだね、まだ打てんや、まだ待てと。はい、まあここからはね、ちょっとやり方の説明なんやけど、まず、まあミカさんはね、まあ、右配置したのはクロススティンガーでダメージ入れるから、うん、雑魚処理するために、うん、今、端っこに寄せました。はい、ということで、ウリエル、まあこれは別に適当かな。適当、うん、もうちょっと削っとこうかなぐらいな感じで。削りすぎ、めっちゃ削ってたけど。あ、今のグリッターボールあったからやばかった。シューンってね、避けてたけどね。で、次エンマなんだけど、SS をわざと大きい方に当てるの。ほう、削り切っちゃうから。そう、どうせダメージあんま入んないから、はい、ということでこれ一遍消えます。消えてもこの効果あるんで。そうなの。はい、なんかなさそうに見えるけど大丈夫なんや。続いてます。へえ。で、ミカサで、まあ属ね、パネル踏んでバイク上げといて、うん、はい、コーン、はい、出ました、はい、3つとも。はい、行くよ行くよ行くよ。グリッターボールあさっての方行ったけど。いや、いいんです。当たる前にグリッターボール潰れたら元も子もないでしょ。俺がやろうとしてたこと、俺はこれやりたかったの。はい、リプレイ。ズコン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 、そい、おお、コンストしてる。気持ちいいでしょ。気持ちいいね。苦労したけど、はい、じゃあコンテをすればいいんだよ。コンテをすれば別にね、これで周回してねってやつじゃないからね、これは。はい、気持ちよくインまで遊んでもらうっていう一つの、ね、何やろ。なんて言うんやろ。ちょ、ま、俺の心折るなさ。俺の心折りに来るやつ、これやっても意味ないやんって。それ意味ないよ、よんなん言うたん、意味ないよ、意味ないのくらい分かっとるわさ。やけどさ、いや、みんななんかうわすげーとかさ、盛り上がるかなとかさ、こうエンマの一つのね、使い道としてこういう、こうやって楽しめますよっていうかさ、あとはさ、まあ今後こういうのと相性いいですよっていう紹介をした、意味あるって言ったらさ、
じゃあエンマとミカサの遊び方みたいな、そんな感じだよね。あ、なんか若干下ネタっぽく聞こえるけど大丈夫か。なんでエンマとミカサの遊び方っておかしい。まあまあいいや。あえてみてよかったね。あのノリ取れたわ。よかったらね、あの訓練所にミディアありますので、はい、あそこだったらね、あのミラクルミンとか使うことなく、うん、ひたすらエンドレスでコンテできるので、うん、あれってあったっけ、なんか運曲関係ないよね。ない、運曲また関係ない。だから誰でも本当に、うん、誰でも遊べます、うん、なんかよかったらね、うん、一応やってみてください、はい。まあ別に俺と一緒にね、一緒みたいに、うん、あのコンテなし縛りやってもらってもいいけど、ちょっとハゲるかもしれない。相当イライついとったもんね、あいつね、はい、クソがっつって。まあ結構ね、やってみてからもう一回見て。マジちょっとね、難易度高いからちょっとやってほしい。はい、はい、ということでね、まああのリヴァインも全然いいんやけど、うん、ミカサでやりたいなってことで、うん、リヴァインはね、多分いろんな人あげると思うから、うん、まあミカサでもできますよってことで、うん、はい、ちょっと難しいですけど、うん、また皆さんやってみてください、はい、ということでね、今回はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい夢見て。今になってさ、うん、エンマとミカサの遊び方。今締めようと思ったんですけど、ちょっと待って、待って、大変。何、急にイメージしちゃったの？イメージしちゃったら面白くなっちゃったの？これどんな終わり方すればいいの？変なこと言うからじゃん。俺あと数秒耐えてや。耐えとった、一生頑張っとった、頑張って耐えとったやけど、最後もうあかんかった。限界超えた、限界超えちゃうけ。はあ、そうっすか。お腹痛い。あ、ちょっと待って、びっくりなんだけど。いや、俺が一番びっくりよ。でもいい夢見る上でさ、もうなんか耐えれんくなってさ。何が起こったか、起こったんやなと思った、マジで。顔に焼けちゃって。え、顔に焼けちゃって、あ、もう無理です。ダメだこりゃ。はい、ということで、はい、2度目の締め、それでは皆さん、せーの、いい夢見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。勘弁してくださいよ。あ、ちょっとすごい腹筋痛い。めっちゃ泣いてるやん。完全に積もった。